ヤッホー、もう怖がってます。見てください後ろ、はい、はい、今日はこちらに行ってまいりますと。今日はね、小学生以上ってことで、はい、梅メンバーです。はい、水でも私、直弘さん、5人でワンペアなの。5人ワンペア。本当のね、なんだっけ、廃墟、廃墟っていうか、廃旅館、もともと旅館だったのが廃旅館をね、お化け屋敷になってる。さっきはねめちゃん歌ってたじゃん。ノリノリだったやん、うん、やだ、怖いね。ということで、やっぱ行くか、頑張って。みんなビビってんだよね。梅が一番やばい。やばいです。行ってきます。じゃあ行くよ。うわ、追いかけてこいよね。おいでおいで。無理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 。やだ。うわあ。早く。どうだった？怖かった。なんでそんな汗かいてんの？それもだよ。それやば。どうしたの梅ちゃん？怒ってる。え、雨が降ってきた？そうですか。うん、確かに。確かにちょっと温泉行こうか。うん、涙出て汗びちょびちょ。はい。うん、よかったね。ね。タロウここ濡れとるよ。だってさ、後ろからずっと叩かれたかもとか言われたんだもん。そりゃ警戒するよ。ここ二人で行ってきたら。はい、やだよ。うちらはもうね。はい、ミッション成功でした。はい、ご苦労様でした。ぜひ皆様も。はい、温泉行こう、温泉行こう。温泉行こう。けど最高だったね。最高だった。もうみんなも、ぜひ。ぜひ。ぜひ。詳細は言えないけど。はい。はい。はい。ね、上だね。まだ見よう。痛くない。怖い、ここには二度と来たくない。なんで泣くかな。絶対泣く、朝には超えるわ。じゃあねヤッホー。今日今からどこへ行くか知ってる？知ってるよ。え、本当？せーの、コナン君とこ行くんだよね。初めて行くね。楽しみ？うん、楽しみ。あ、スナック来た、あの人来た。エチ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 。皆さん、はい、さっきのは見ないようにしてください。さっきの見ないでね。はい、わかりました。見ないでね。気をつけてください。バイバイバイ。これ梅ちゃんの手です。バイバイ。私だけになっちゃった。これ梅ちゃった。これ梅ちゃんの手。はい、みんな、あっちだ、あっちだよ、みんなは。あっち、おーい、たち、おーい、あたったね。はい、じゃあカブちゃん本当に取るやん。そうだよ。うん、じゃあ車に乗って行きましょうか。バイバーイ。レッツゴー。到着でーす。見ての通り、本日はコナン。コナン、鳥取県はこのコナンの作者である青山剛昌先生の地元、出身地ということで、青山豪商ふるさと館。なんやかんやでみんなで来るの初めて。あ、エッチで。レモンとイチゴがちっちゃい頃にはね、来たことがあるんだけど、覚えてないと思う。覚えてない。すごい前だな。行ってみましょうか。レッツゴー。これなっちゃん、これ誰？レモンだ。どうしたなっちゃん？レッツゴー。見てほしい、こっちガイドキットだよ。どこ？本当だー。ガイドキット。ガイドキットだね。なになに？1時半とかね。コナン、コナンだ。ここはコナン通りですね。コナン君、ダイエースイカ。でもさ、うん、なかなかのさ、穏やかだね。田舎っぷりだよね。穏やか、落ち着く、うん、嫌いじゃないですよ、私ね。パパ
赤いさん。あと 500m でコナンの家、米花商店街。はい、書いてありますね。スイは赤いさん推しだもんね。はい、おかんです。ただ立ってるね、ふいちゃん。待って、カイト。誰、なになになに、ほんとだ、ほら、あ、ほんとだ。あそこ座ってみたら、かわいい子な、かわいい子な、寝てる。寝てるね。ここなんてさ、ここにクーのコナンがあるよ。ピカちゃん見て、クーのコナンがあった。本当だね、キューのコナンだ。到着、道に迷った平次とカズハ。しんいちの家。うん。あ、なんだよ、うっせーな。寝てたみたいだね。いる？はい。あ、いないって。残念。レッツゴー。来ました。カレーライスでーす。かわいい。ピカちゃんの、見て、これ。じゃあこれと。これとこれです。私はオレンジジュース。かわいい。コースターもかわいい。音危ない。食べよう。なんか急にあのさ、こうやって数えてたら、あれ、なくなってきたって思ったら、急にあの、こ、あのコナン君みたいな頭とか、あのこうやってるなんか筋みたいなやつが出てきた。ふめちゃんが言ってくれたの、ご飯食べてたら、下からなんか出てきたって。絵が、そうそうそう、パパ見て見て見て、ほんとだ、全部食べたら分かるんだよ、誰か分かる。絶対にコナンだと思う。だってコナンの頭があったもん。めちゃーん、はい、デートしてるみたい。コナンくんとご飯美味しかったね。何をさっきから同じとこぐるぐるしてるの。行き止まりや。行き止まりだよ。ふーちゃん、ここ行き止まりだ。行き止まりだ。我々は今コナンの迷路に入ってます。あ、タイムがいつスタートだった。タイムあんの。そういうのはない。謎解くだけみたいな。タイムリミットがある設定だけどね。爆弾のタイマーを止めるのよ。あ、今から、うん、そういうミッションていうか、他の人たちとさ、はい、はぐれたね。もうね、早くもね。いちごどこ。あ、チェックポイント行っちゃった。カブがどこ置いて。じゃあ、チェックポイントいちご終わったけど、まだね、何の謎もわからない。相変わらず、ママといちごとはぐれました。早いんだが、あの二人。あれ、カブちゃんたちは。カブはいる、いるいる。なちゃん。オッケー。迷子なう、迷子なう。爆弾が。私ダメだわ。解けない。謎が。解けてない。全然。アウトです。なかなか難しいよね。難しい。で参りましたと。はい、どうでしたか。楽しかった。楽しかった。みーちゃん眠そうだな。眠いっていうか、眩しい。あ、眩しいですか。何も言うか。あ、楽しかったね。うん、楽しかった。確かにね、可愛かったし、うん、いっぱいあったし、お皿にもコナンがね。うん、お皿とかの、そう、飲み物も美味しかったね。時間がもう、うん、コナンでした。はい。あ、迷路楽しかった。これもらえた。ゴールしたら。つけてまーす。はーい。さあ、これさ、向こうに差し込んで。
特にね、はい、もう買えないからね。まあそうだね、ヒカルさん謎苦手そうでしたね。私はね、考えるのが好きじゃないんですよついて歩く担当。お化け屋敷の時もそうなんだったもんな、うん、基本あの人任せわしは迷路が苦手だけんね。逆方向に行ってたらヒカルに違うって言われた。いちごさんの迷路は得意か。サクサク歩いてらっしゃった。はい、じゃあトムちゃんたちと後ろを歩くたん。はい、ということで帰ってきたんで休憩しましょうか。またどっか行きたいね。はい、みんなじゃあねー。